はい、それではラフマニノフ交響的舞曲第3楽章の解説を始めていきたいと思います。第3楽章はこの曲の最終楽章になります。はい、で全体を通じて、まあ、ポジションの難しさよりもテンポの取り方、拍子の取り方に細心の注意を払う楽章になっていますので、そこを重点に置きながら解説していきたいと思います。はい、早速冒頭からなんですけれども、まず冒頭から11小節目はレント、ゆっくりしたテンポになりますので、ここは助走部に相当する部分になります。はい、で最初8分の6拍子、まあ、途中から8分の9拍子なんですけれども、まあ、休みなのでここは問題ないと思います。はい、で12小節目からアレグロビバーチで速いテンポで始まっていきます。で最初は8分の9拍子ですが、その次が8分の6拍子になったり、またその後も8分の9拍子になったりとかと、ひっきりなしにテンポが変わっていきます。はい、そして最初ベースはピッチカート、そして次のある子から200目から入ります。はい、で16小節目なんですけれども、でここのポジションはこの A と B のこのスラで、ここは、まあ、通常はもうこのようにもうハーフポジションでもう威厳して取るという方法があるんですけれども、でこの威厳が難しいと感じる場合は、あえて A 線1本でこのように取る方法もあります。はい、そしてその後ですね、18小節目はもうそのまま、はい、200面のこの幅のところに重さを置いて弾いていただきたいと思います。はい、で19小節目からフォーティッシモ、すべてこの打ち込みはフォーティッシモになります。でここはすべてダウンで弾いていただきたいと思います。なるべく短くならないように四分音符の長さになりますので、少し長めに弾くようにしてください。はい、そして28小節目に200目からはフォーティッシモですけれども、ここはもうダウンアップ普通に、そしてその後ですね、特に難しい部分は出てこないんですけれども、まあ、特に拍子の取り方で注意していただきたいのが、37小節目からにかけてですね、はい、で8分6拍子になりますので、その後の次の39小節目、8分の9拍子になったところのテンポ感が失うという可能性がありますので、そこだけ、注意するようにしてください。はい、そしてその後も8分の6拍子になったり8分の9拍子になったり、まあ、引きなしに変わってくるんですけれども、で特に注意していただきたいのが40小節目からの8分の6拍子のこの打ち込みからの次の42小節目のこの8分の9拍子の打ち込み、で次ここの8分の9拍子になりますので、次の43小節目のフライングして入ってしまうか可能性がありますので、そこだけ注意するようにしてください。はい、まあ、それ以降はそのあとはもう休みが多くなりますので、その辺は問題ないと思います。はい、そしてずっと行きまして、次が67小節目で、ここのボーイングは最初ダウンから入っていただいていい水準になります。はい、そして次の70小節目はもう同じ形なんですけれども、今度はピアノからディミネントになりますので、くれぐれもつられてクレッシェントをすることがないように注意していただきたいと思います。はい、そしてしばらくはピッチカートがありまして、その後はずっと長い休みが続いていきます。で休みなんですけれども、8分の6拍子になったり8分の9拍子になったり、ここも頻繁に拍子が変わりますので、特にまだ初めて練習される方とか、まあ数え方に慣れないという方も、しっかりもう指を折ってても構いませんので、もうしっかり1、2、あるいは1、2、3と数えながら休みを数えていただきたいと思います。はい、そして次が89小節目になります。はい、でここのボーイングなんですけれども、最初ダウンで入るのかアップで入るのかっていうのも、まあ、これはどちらでやっていただいても構いません。はい、で、まあ、例えば最初 のアクセントがついています、これをダウンで弾きたいのであれば、ダウンからの弓中ですねのバックも構いませんし、あるいはタイでつながっているこのフィス、その次の A、この手ムードが書いてあるこのタイでつながっている音をダウンで弾きたいのであれば、今度は逆弓にして、アップから入っていただいて弓順で、こういうふうに弾く方法もありますね。まあ、どちらで選択していただいても構いません。はい、まあ、それに伴って91小節目のボーイングはまたダウンから始まったり、まあ、逆弓になったりしますので、まあ、そこも臨機応変に対応していただけたらと思います。はい、そして次ですね、93小節目で小型のピッチカート打ち込みになるんですけれども、で最初は頭はみになるんですけども、200目3拍目は今度は
エムラハクに相当する部分になりますので、くれぐれもフライングすることがないように、注意してください。で次の94小節目も、はい、で裏拍になりますので、特に次の94小節目あるいは95小節目のこの1拍目 の入りが遅れる可能性がありますので、そこを、注意するようにしてください。はい、そして8分の9拍子がありまして、次アルコになります。97小節目でここはアップからの弓順になります。ここはもうあとはもう弓順で弾いていただきたいと思います。はい、そして次の8分の9拍子にまたがるところの101小節目からにかけてなんですけれども、ここもダウンから入っていただいてもアップから入っていただいても構いません。はい、ダウンから入りやすいという方もありますし、あるいは最後の今弾いた D がアップで終わるのかあまり好ましくないと考えるのであれば、逆弓にしてこのようにアップからの逆弓の弓順で弾いていただいても構いません。はい、今日は一旦中途半端ですけれども、ここまでとなります。はい、でこの曲も、第3楽章も第2楽章と同じように、第8分6拍子や8分の9拍子が弾きなしに変わります。はい、で第2楽章でも頻繁に変わりますので、特に数え方が難しくなりますので、慣れない方は色分けをしながら8分の6拍子や8分の9拍子を、しっかり分かるように、書いていただけたらと思います。はい、第3楽章1回目の解説は以上になります。ではまた次回。